はい、皆さんこんにちは、直道です。ということで、今回は自己紹介、ね、はい、自己紹介。この間、一週間前、秋葉原で声かけられてから、なんかいつの間にかこんなことになってしまった、ゆうと申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、今回ね、まあその、まあ、語っていくわけなんですけど、ね、まあ、私としては、まあ、この間、渡部っていう、アンジャッシュの渡部さんが、なんか、もう驚くことに、生元ですか？最初いきなり、あれですよ、なんか突然、自粛みたいなボールを受けて、何したんだろうと思って、気づいたら、それですよね。いや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 、俺もそうやってよく聞く浮気とかかなと思ってたんですけど、ちょっと想像してなかったなっていうのが、そう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 、で、なんかね、ベイスターズファンが、なんだ、たったの七股か、こっちはその倍以上だぞっていうことで、ベイスターズファンが、要はどういうことかって言ったら、まあ、去年っていうか今年で自由契約になった、まあ、綾部っていう投手がいたんですけど、綾部投手がなんと、おいくつまたっていう、いや、スポーツ選手はモテますよ、そりゃ。で、なんと球団球団関係者っていうか球団職員までなんか手出しちゃったらしくて、それもそれですよ。すごいよ、そんなんなるか。でもあれですよね、それ聞くとですけど、渡部さんもそれぐらいうまく隠してやってほしかったですね。しかも多分どこかにスクープされたんでしょ。だから今ちょっとこの明るみになっちゃったんですよ。で、綾部の場合、綾部投手に関してはなんか要はその一人がなんか自殺しちゃったんで発覚した。今回自ら、今回もう綾部さんに来た渡部さん、最初にとりあえず謝ったことはイメージダウンはある程度はちょっと最小限に抑えようできない人があるのかなと思いましたけど、まあちょっと内容が内容で無理でしたね。まあだろうね。そう思いますよね、やっぱり。いやショックですよ、本当。エンタの神様の頃から結構好きでよく見てたんで。アンジャッシュの本当は、本当好きだよ、応援もしてたんですけど、そうそうそう、でコロナといえばさ、例えばさ、環境科学大臣ってさ、こういう状態の時にその、まあ、コロナの状況とかその育成とかってその決める大事な会議とかって欠席しちゃまずいじゃない。そうですよね、出てないですよね。そう、環境大臣の小泉ジュニア。いや、ダメですよ、コロナか。何してんの、お前。まだ全然、完全に収まったわけないですから、みんなが一番きっと頑張んなきゃいけない。そう、だって、蓮舫議員に、こんな大臣で大丈夫なんですかって。総理、こんな大臣で大丈夫なんですか。正直、ちょっと理解できない部分があるんですよね。ちょっと言っていいよ、これ分かんないですけど。だから、蓮舫議員に、だから、いろんなその大臣いるじゃないですか。はいはい、で、それもそろっておかしいと思います。はい。大臣、それも揃ってこの内閣の管理、危機管理能力大丈夫なんですか。そこまで言われたら俺たちだもん。コロナか、収まってほしいっすよね。まあね、ちょうどいつでしたっけ、なんかもう2月の終わりぐらいからもう騒ぎ始めてましたよね、確か。
3月から本格的にまだこうやって4月5月は自粛で、でそんな中でコロナ内閣じゃコロナの話をすると思うじゃない普通は。そうですね、じゃなくて、森の問題、森大臣の法務大臣の問題発言について言います。それすら聞いて、このタイミングでそれそんな重要なことかなって俺だけなんて家族がみんな言ってましたよ今それどころじゃないでしょ、コロナに対して一生懸命に向き合わなきゃいけないのに何やってんのってそう、ほんとそうバカじゃないのって思いました。かけまーじゃん、で、まあ、やめたじゃないですか。やめましたね。まあ、あの時に、まあ、うやむやになりましたけども、で、その時になんか、森が大臣、要は、状況の変化に応じてっていうことで、その、検事長の、まあ、認知っていうことで、憲法解釈でしょ、どうなることを言う。憲法解釈をだからその情勢の変化ということでそのまあ認識っていうのを変えようっていう、あそ勝手にその誰も何も言わないで口だけは達者だから逆にちょっと腹立つってイラつくというか何言ってんだろう、共感できないなってちょっと思っちゃうときもあって、その任期云々に関してはその、まあ、明治に国会ができたじゃないですか、伊藤内閣で、そこから始まる歴史的なものなのに、それいきなり憲法解釈で変えるって言われたら、それは混乱しますよね。なんでそっかの歴史のものをだからいきなり 3.19 年前にいきなり飛ぶんだっていうあれも重大な事件でありましたけど9年経ったんですけど、その件に触れて森大臣は、要は当時の福島の要は警察等はまあなんか、まあ、守るべき国民っていうのを、まあ、差し置いて自分たちだけ真っ先に逃げて、でその際に、まあ、囚人も一緒に逃がすというような発言をしててもうダメでしょ国民の顔たる存在なんですけどそれは本当なんですかって言ったら私がちゃんと報告書を見ていなかったせいで、まあ、ちゃんと認識と違う発言をしてしまいましたと。報告書が嫌いってありえないでしょ、なんで見てないでやろうと質問するの、それがおかしいよ、まず本当人が取り組めていいのかよ本当そう適当じゃんと思って見ないで、はい、分かりましたって言ってるのが誰でもできることですよ見てないって何それ見てないわ、なしだろいやだってどう思うよ、だっていやもう見てないって言ってそんな私の認識と時間伝えとかありえないよまあそうですよね、だってはぁ見ろよっていやもうダメっていやほらこれが国民の声ですよえいやもうダメでしょ、そんな何考えてんのってよくそれで伝わるないやもう本当それはそう思う、うん、だって麻生副総大臣だって今財務大臣を兼任してるわけなんですけども定番支給ってやったじゃないですか。ああありましたね。でその根拠として要はその5万不足するだろうっていうのがまあ資料に書いてあったらしいんですけど、でその報告全く見てなかったんですけど
もう嬉しいんだよ。なんだよ。仮にも過去に総理大臣やった人間がやることかよって。あるよ。なんだよ。見てない。最初見なきゃダメでしょ。そうなんだよ。真っ先に見なきゃダメだよ。なんで見ないんだよ。私ね。数行しか読んでません。じゃああれですか、最初の数行にその重要なこと書いてあるかとか分かってたんですかって聞きたくなるんですけど、いや、まあ、数ページにわたる報告書だったのは分かる、そのうちの数行しか読んでないの、最初の何言ってんだろう読んでないって一緒ですよ、ほんとそう。信じらんないな、アスリート系に。いやもうだから蓮舫大臣、蓮舫議員も出すから言ってますよ。もう呆れますよこれ。これが仮にもね、まあ、数年前に総理大臣やってらした方のそういうことなんですか。じゃあ何ですか、麻生政権の時も各大臣からの報告ちゃんと聞いてなかったということなんですか。これ本当にもそれすごいのが、蓮舫さんにあんだけ言われて普通に聞けられるのがすごいなと思う。その精神というかメンタルというか、まあ、それぐらいないとやっぱ政治家とか務まんないのかなと思いますけど、いや俺は無理だな。だっていうかね、今の日本にはよ、蓮舫議員みたいなああいうことが言える人がやっぱり、やっぱり議会には必要なんだと思う。まあ確かに重要な存在ですよね。ちゃんと意見できるわけですから、ね、ああいう人たちが暴走しないように。だってですよ、あの人がだってその次あのだって質疑するときに拍手を受けるって蓮舫議員だけなんですよ。あの福島みずほとか他の人とかがその、ね、しゃべるとき拍手起きないんですよ。それだけ蓮舫先生は素晴らしい人ですよ。やっぱり言いたいことまずは言ってくれるから、逆にそういう人と好感持ってるなとは思いますから、ね、まあ、言いたいことっていうか、まあ、思ったことバシッと。そうだから国民の言いたい、その言いたいことをバシッていう代弁してくれるっていうのは、ね、すごいありがたいな。本当に一国民としてありがたいです。そこはまあ俺も同感かなっていう。いつ収まるんですかね。まあなんだかんだこのままだとインフルエンザみたいになっちゃうのかな。ただね、これあれらしいんですよ、台湾では感染者ゼロ、これまでの。何が違うの台湾と日本で。日本よりも早く、それこそ一時期言われた東京のロックダウンじゃないですか、計算とかそういうの早くしてる。まあ、まあ、閉鎖閉鎖、まあ、だけじゃないかもしれない。まあ、要は外国人の入国っていうのは、それ早く言う。そう、してる。だからもう外から入ってくる人がいなかったら、まあそっからの感染っていうのはまあないわけないですね。それが早かったってことか。そうです。だから初動が早かった。日本遅いね。考えても見ると、だってイギリスとか、ね、そのいろんな国からその人が入ってくるの。イタリアなんかもう相当やばかったです。被害が全然じゃなかったです。そう。で、アメリカからも人が来る。そう、問題の中国から。そう。っていう状況になってくるとですよ。これやっぱり、まあ、コロナの、そのクラスター化っていうのはまあやっぱり避けられないわけで、日本は、今なんかもう第2波が来てるみたいなことに言われてます。
まあ、でそんな状況でその緊急事態宣言解除してもよかったのかっていう、それで、まあ、そこが難しいとこかなと思いますよね。正直言うと俺個人の意見ですけど、経済的に見れば成功だったのかな、正解かなとは思います。その心は、心ってことではないですけど、やっぱ予算もそうなんですけど、やっぱ経済が成り立ってないと生活に僕らが困るわけじゃないですか。まあそれはやっぱ元となるわけですよ、生きていく上で。まあ、だから、そこに関しては、だから政策、財政がもうちょっとうまくできていれば、そこはクリアできたんじゃないかなっていう感じなんですけど、結構前と考えると、まあ、閉鎖して、緊急事態宣言やってれば、仕方がないで、どんどん経済的に、まあ、そこに関しては、蓮舫議員がこんなこと言ってたんですね。総理、このやはり自粛と、その、負担の補填っていうのはその一緒にやるべきだったんじゃないですか。いやもう負担と補償ね、自粛と補償はなんか一緒にやるべきだったんじゃないか。ああそうですね。自粛お願いします。でその分こちらから出しますっていうことをそのしないと、いやこれからどん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 、まあ店を閉めないといけないっていうふうになってくる。僕の友達も